60年代に彗星のごとく現れた伝説のふてごデュオ、ザ・ピーナッツ。しかし、姉の伊藤恵美さんが結婚して以降、ぷっつりと表舞台から姿を消した2人。そんな2人の現在が気になったので調べてみることに。双子の姉の伊藤恵美さんの本名は沢田秀代さんで、旧姓は伊藤。妹の伊藤由美さんの本名は伊藤月子さん。一卵性双生児の2人は1941年4月1日に伊藤家の三女、四女として共に愛知県で生まれ育ちます。10歳の頃には NHK 名古屋放送局の消化隊で活動していた2人。その後、歌手になる大きな転機が訪れます。どういう理由かは分かりませんが、名古屋市立青陵高等学校を2年生の時に中退して、地元のレストランの専属バンドで伊藤シスターズと名乗って歌っていたところを、渡辺プロダクションの社長にスカウトされ上京。事務所初の専属タレントとして1959年に可愛い花でレコードデビューした伊藤姉妹。その可能性は各レコード会社で争奪戦になったほど。案の定、いきなりブレイクして、情熱の花、恋のバカンス、恋の風雅などヒットを連発して国民的アイドルとなった2人。すぐに歌謡番組ザ・ヒットパレードのレギュラーに抜擢されています。しかし、ザ・ピーナッツといえば思い出すのが伝説のバラエティ番組のシャボン玉ホリデー。人気絶頂のクレイジーキャッツとの見事な絡みはデビュー3年目とは思えないほどで、その天性のキャラでお茶の間を沸かせました。国内だけでなく、当時世界的な一流アーティストが出演したアメリカのエド・サリバンショーに出演して、その一糸乱れぬ美しいハーモニーで和製ポップスを世界に知らしめたザ・ピーナッツ。そしてもう一つ、映画モスラでのショー美人の役で劇中で歌っていたモスラの歌は未だに忘れることがありません。紅白歌合戦にも1959年から16年連続で出場するなど、歌手としてだけでなく女優や司会などマルチに活躍したザ・ピーナッツですが、16年目の1975年に突如引退してしまいます。引退した理由は、同じ所属事務所の元ザ・タイガースの沢田研二さんと姉の伊藤恵美さんの結婚でした。伊藤さんよりも7歳年下の沢田さんがデビューして間もない頃から6年間の交際を経ての結婚でしたが、どちらもトップスターであったことから凄まじい反響を呼んだものの、伊藤恵美さんは結婚を境に公の場に一切姿を見せなくなりました。しかも妹の由美さんまで姿を消しています。一体何があったのでしょうか。一説では、結婚したら家庭に入ってほしいという沢田さんの希望があったからとも言われていますが、それだけでなく、以前から引退して普通の女性に戻りたいと思っていたから結婚を選んで引退したのだとも。では妹の由美さんまでなぜ引退したかというと、ソロデビューの話もあったそうですが、姉と同じく一切の芸能活動から身を引いて、その後は意外な第二の人生を選択したからです。以前からやりたかったというファッションデザイナーとして活動して、生涯独身を貫いたという由美さん。それぞれ幸せな第二の人生を歩んでいたはず。ところが、その幸せな日々も長くは続かなかったのです。伊藤恵美さんと沢田さんは結婚から4年後に男の子を授かりますが、1987年に結婚生活に幕を下ろすことに。原因は沢田さんの不倫でした。その相手は映画「男はつらいよ」で共演した女優の田中優子さんでした。田中さんは沢田さんの大ファンでしたから、2人はすぐに仲を深めていったそうです。それでも伊藤恵美さんは沢田さんを不倫スキャンダルからかばったのですが、
こともあろうに、沢田さん自身が、あっさりと不倫を認めて家を出ていくことに。そればかりでなく、田中優子さんからは、絶対に一緒になると、宣戦布告をされてしまいます。やがて、息子さんが8歳の頃、恨みつらみを一言も口にせず、伊藤恵美さんは離婚を承諾します。しかし、そんな恥ずかしめを受けてもなお、なぜ承諾したのでしょうか。同じ事務所で親しかった花はじめさんが言うには、愛するがゆえに離婚届に判を押したとも語っており、結婚して引退したのと同じで、沢田さんの望むように離婚した恵美さんを思って、やるせない気持ちになったのだとか、沢田さんもその気持ちに、最大限の償いをしています。当時持っていた財産すべてを慰謝料として、伊藤恵美さんに譲っていて、その額は、当時、芸能界でも破格の、18億1800万円だったそうです。しかし、伊藤さんにとっては、金額など、どうでもよかったのかもしれません。というのも、離婚後も伊藤恵美さんは、幼い子供のことを思って、沢田の姓を名乗り続けたと言われますが、子供のためだけではなかったかもしれないのです。なぜなら、息子さんが大きくなってからもずっと、沢田の姓を名乗り続けた伊藤恵美さん。別の思いもあったのではないでしょうか。離婚後も、あくまでも一般人として暮らし、芸能界の知人とは、親友の数人を除いて、一切、交流を絶っていたといいます。離婚後は、マンションなどの賃貸料を生活費に充てて、町内会の役員をするほど、地域住民と交流していた伊藤恵美さんは、息子を育てることが趣味だとよく言っていたそうです。しかし、そんな穏やかな日々も長くはありませんでした。2012年に癌であることが発覚したのです。腰を強打して、なかなか痛みが取れなかったので、精密検査をしたところ発見されたそうです。しかし、すでに手の施しようがない状態で、2012年6月15日、71歳でこの世に別れを告げたのです。後で分かったことですが、前年には100歳になる母親を亡くし、直前に長年の愛犬も亡くしていた恵美さん。その訃報は親戚ですら報道で知るほど、ひっそりとしたものだったそうです。恵美さんはこう言っていたそうです。やるべきことはやったから、思い残すことはない。なんて潔い最後なのでしょうか。姉が他界した後も妹の由美さんは、残された甥を我が子のように可愛がって、一緒に暮らしていたそうですが、葬儀から1年後に甥が独立してしまい、本当に一人ぼっちとなった由美さん。それでも甥の身の回りの世話を、かいがいしく続けていたといいます。しかし、恵美さんの訃報から4年後の2016年、妹の由美さんも病気でこの世を去っています。でも、不思議なのは、なぜ由美さんは結婚もせず、姉に寄り添い続けたのか。一卵性双生児であるがゆえに、離れることができなかったのでしょうか。そんな伊藤姉妹が最後まで愛情を注ぎ続けた。伊藤恵美さんと沢田研二さんの息子さん。現在はどうしているのでしょうか。息子さんのお名前は沢田和人さん。現在は43歳となっていて、両親ゆかりの渡辺プロダクションの関連会社の社員として勤務されているそうです。沢田さんとは音信不通かと思っていたのですが、実は2012年1月にサタイナースの41年ぶりの一夜限りの復活コンサートで再会を果たしていたのです。父親に会いに行った理由は、母親からのラストメッセージを届けるためでしたが、コンサートを客席から見る和人さんの目には、涙が溢れていたのだとか、25年ぶりの再会で涙したということは、伊藤恵美さんは和人さんに、沢田さんのことを決して悪く言わなかったから、憧れていた父に会えて、嬉しくて涙したのかもしれませんね。
その当時、恵美さんはちょうどがんの闘病中で、自らの命が尽きる前に最後の力を振り絞って、チケットとラストメッセージを和人さんに手渡して、不死の再会をさせたのではないでしょうか。ふと、その手紙には、和人さんのことや沢田さんへの感謝の言葉が記されていたのではと思うのは、私だけでしょうか。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？世界を魅了した彼女たちの比類なき歌声に、このストーリーを重ね合わせると、胸がいっぱいになりますね。それではまた次回お会いしましょう。